皆さんこんにちは。僕はですね、イタリアのミラノ中央駅に来ております。これ駅舎ですよ。何回来てもね、見とれるよね。ほんとすごいわ。ミラノの街並みは僕めちゃくちゃ好きで、正直イタリアではね、ローマよりもミラノの方が個人的に好きですね。はい、駅前はこんな感じで工事とかいろいろやってたりするんですけども、で今回なんですけども、今からローマに向かいます。まあ、ミラノ、ローマ、どちらもイタリアを代表する2大都市になるんですけども、ミラノからローマまで、まあ、飛行機だったり、まあ、バスだったり鉄道だったりいろいろと移動手段があるんですが、今回鉄道を使います。イタリアにはですね、高速鉄道というのが走っていまして、主に2種類あります。トレニタリア、まあ、イタリア国鉄が運行するフレッチャロッサと、あとは民間会社が運行するイタロですね。で僕フレッチャロッサの方は何回も乗ったことあるんですけども、実はイタロに関しては乗ったことないんですよね。でフレッチャロッサの方が、まあ、元ね、国鉄のトレニタリアが運行しているということもあって、路線網もかなり多いです。イタロに関しては比較的まだ新しい会社でして、まあ、今後ねどんどんと路線網も増やしていくといったような感じ。まあ、イタロもね、フレッチャロッサもどちらもね同じ線路を走ります。イタロもトレニタリアが、引いた高速線を走るので、まあ、同じような区間を走ることではあるんですけども、まあ、一応ね2つに分かれています。まあ、2つに分かれることによってトレニタリア、フレッチャロッサのサービス向上っていうのもね、まあ、期待されているわけなんですよね。で今回なんですけども、イタロ使います。最高速度時速300キロ、こちらの高速鉄道でローマに今から向かいます。ということで本日もよろしくお願いします。いや本当にね、こんな立派な駅なかなかないよね。ぜひあのミラノ来た時は鉄道使わなくてもこのミラノ中央駅は使ってほしいな。まあ、あの空港からね、ミラノ、マルペンサ空港から鉄道に乗ると、まあ、このミラノ中央駅には来ることになると思うんだけど、見とれるわ。はい、で今回トレニタリアではなくてイタロですね。切符なんですけども、イタロアプリがあるので、もうそちらで購入しています。あのアプリめちゃくちゃ使いやすくて、あの会員登録とか、ね、する必要もないので、あの個人的におすすめですね。はい、まあ、イタロもトレニタリアもどちらもね同じ線路走るんで、まあ、同じ駅を使うという形ですね。2つの高速鉄道、今回はイタロの利用ということで、初めて使う、ね、鉄道会社なんでやっぱ楽しみですね。よし、ではこのまま奥まで進んでいきましょう。ちなみになんですけども、イタロ3クラスあります。一番上がクラブで、次がプリマかな、でその次がスマートですね。まあ、ファーストビジネスエコノミー3クラスに分かれてるんですが、今回一番上のクラブ、こちら予約しました。だいたい料金がね150ユーロぐらいなんで、思ってたより安いんですよね。もう3時間ぐらい乗りますから、ローマまで3時間で一番高いファーストクラスが150ユーロなんで安いよね。ちなみにユーレールパス、まあ、のイタリアとかねヨーロッパの鉄道乗り放題の切符があるんだけど、あれはねイタロ対象外なんで、ユーレールパスでイタロに乗ることはできません。今回利用するイタロの最上級設備でありますクラブ利用する場合は、主要駅にはねラウンジがあるんですけども、そのラウンジ使うことができるんですよね。このイタロクラブっていうラウンジですね。まあ、このクラブっていうのが、まあ、座席のクラスになっているので、わかりやすいですね。改札の外にあるので、ぜひ時間がある場合は寄ってみることをお勧めします。今回ちょっと時間あるんで行ってみましょうか。150ユーロでラウンジまで作ってね、めっちゃいいよね。はい、こんな感じ。まあ、物価はね日本より高いんだけど、高速鉄道とかの鉄道に関してはね日本よりむしろ安いんじゃないかな。日本っていかにああいう新幹線とかが高いかっていうのが海外来ると実感しますよね。では行きましょう。ラウンジ内はそんなに、ね、広くないですね。結構お客さんで埋まっています。飲み物とか軽食は食べ放題ですね。こういったパンとかマフィンとか用意されてます。グラッツェアメリカーノもらいました。もう今昼ご飯食べてきたんで腹減ってないんでいいやということで、あ、これだね、イタロの車両2種類あるみたいなんだけども、多分今回は初期の方に乗るんじゃないかな。最高時速は300キロ。創設者のグループの一人がねフェラーリの元会長なのかな。まあ、その関係でね、まあ、イタリアの高級車といえばフェラーリがあるわけですけども、あれとちょっと雰囲気似てますよね。そんなわけでイタロクラブこんな感じ。外も見えるんで、まあ、結構開放的でいいですね。ただ席数そんな多くない。フレッチャロッサとイタロが同じホームに並ぶんで結構見応えありますね。ちょうど今列車が1本到着していますが、あれはフレッチャロッサにですね。フレッチャロッサも確か最高速度300キロとかだったと思うので、イタロと変わらない。で今ね12時になったんですが、そろそろ今回利用する列車のホーム決まると思うので、あ、これゾロゾロ歩いていってんな。これ左に止まってんのイタロなんだけど、おそらくこれだな今回の列車。フレッチャロッサとイタロが並ぶ。
この目の前に電光掲示板がありますけど、今回乗るのは、ね、12時20分発なんですよね。12時20分発、下の方かな、 AV9981 列車のナポリ行きになります。今回の列車ローマが終点ではなくて、さらに南下して、ね、ナポリまで向かう列車ですね。ただしミラノ出ると確かローマ、ナポリしか止まらなかったと思うんですよね。かなり早いタイプなんで、速達タイプはローマまでだいたい3時間で行きます。で、停車タイプは3時間半ぐらいかな。16番線、あ、これやっぱこれだわ、目の前に止まってるやつですね。では早速ホームに移動します。今回利用するイタロの車両が左に止まってる車両です。フレッチャロッサは確か赤い矢って意味なんだけど、イタロはね、このイタリアのっていう意味なんですよね、はい、フレッチャロッサ、イタロ、まあ、見た目はね、まあ、カラーはね、見た目も全然違うし、カラーもね、イタロの方が若干濃い赤ですね。列車は11両編成なのかな。で、1号車がクラブなんですよね。1両しか連結されてなくて、なんかこの感じ多分先頭がクラブっぽいな。めちゃくちゃ歩く必要がありそうです。まあ、とりあえず行きましょう。日本でいうところのグリーン車、まあ、飛行機でいうビジネスクラスに値するプリマの車両もね、4両ぐらいあるのかな。結構多いね。まあ、しっかりと車体側面にプリマとかね、スマートとかクラブって書いてるんで分かりやすいです、はい、でクラブのところには係の方が立っていて、まあ、チケット見せて車内に入るといったような感じかな。先頭1号車がクラブカーでした。まあ、1両しかない特別感というのはやっぱありますよね。では乗ろう。もう発車まで10分ぐらいしかありません。車内入ったんだけど席数がめちゃくちゃ少ない。もうこれね、運転台ですね。こっち入ることできません。ちなみにイタロのこのクラブにはですね、個室というかコンパートメントかな、2部屋用意されていて、ちょっと誰もいないんでね、見せてもらいますけどね、外からこんな感じ、4人用の個室がね、2部屋あります。ちゃんとドア閉めることもできるので、まあグループで利用するときはね、ここがいいんじゃないかな。まあ、1人で使うのはね、ちょっとかなり料金高くなってしまうので、あんまおすすめしない。2人利用とかでも全然いいよね、ここかなり良さそう。同じ個室ですね。1人用個室とかあればいいんだけど、4人用の個室が2部屋といったような感じです。座席に着きました。イタロのクラブに関しては2プラス1のシート配置になっていて、合計9席しかありません。めちゃくちゃ席数少ない。僕今回直前に予約したんだけど、なんとか1人席取れたんですよね。隣は2人掛けですね。で、座席回転させることができなくて、この1つ前の区画はね、見合い制になってるね。あ、ちゃうわ、9席じゃないわ、もうちょっとあるから12席ぐらいあるのかな、うん、とりあえず席数かなり少ないです。今回ちゃんと進行方向向きの1人掛け席なんで、まあ、1人で利用するときはここあたりなんじゃないかなって思います。窓もね、大きくていいですね。連続窓になってます。少ないね。もう少し乗れるのかなと思ったんだけど、まさかの12席しかないとは思いませんでした。4列ですね、2プラス1の配置で、まあ、シートピッチ自体はもちろんね、かなり広々としていて快適で、各座席にコンセントもね、ついてますね。あとゴミ箱もついてます。まあこんな感じ。フットレストもね、ありますね。まあ、ちょっと簡易的なやつではありますけど、あと日本の新幹線、東海道だとグリーン車に乗るとね、時代の先端を行く雑誌がありますけども、それのイタロ版も置いてあります。まあ、これで今回ね、ローマまで3時間ですかね。かなり快適に行けると思います。奥に到着しているのもフレッチャロッサですね。まあ、大半がフレッチャロッサだと思っていいと思うんだけど、イタロの本数もね、かなり増えてきてるみたいです。だいたいね、ミラノからローマ便だと30分に1本ぐらいは運転されてますね。速達タイプと、まあ、ちょっと停車駅があるタイプ、まあ、それが交互に設定されているといったような感じです。今回は速達タイプ、3時間5分でローマのテルミニ駅まで行ってくれます。12時19分ですね。1分前にドアが閉まりました。隣空席ですね。奥に止まってるのは客車かな。トレニタリアの客車だと思うんですけども、高速列車ではないですね。12時20分、帝国にミラノ中央駅を出発。
隣もいたろう。ミラノ内で一つ駅止まるね。でローマテルミニ、そしてナポリ中央と、かなりの速達型です。複雑な線路配置、今日天気微妙ですね。昨日雨降ってたんだけど、まあ、今日はなんとか持ってます。英語の放送してくれるし、めちゃくちゃ聞き取りやすい英語だね。まあ、日本の新幹線のようにずっと高速線を走れるわけではなくて、普通の一般列車が走る線路っていうのも通るんですよね。まあ、それが大体ヨーロッパの高速鉄道の基本です。列車なんですけども、ミラノロゴレード駅に停車中です。この駅もともとはね、貨物駅だったんだけど、なんか1950年代に旅客営業化されたみたいで、今では、まあ、ミラノ南部の主要駅になってるみたいですね。もうこの駅出ると次はローマテルミニ駅までノンストップです。あの昔の近鉄のアーバンライナーとかをちょっと思い出すね。なんか美しいね。ちなみになんですけど、このクラブ車両ね、モニターがついています。インアームタイプ収納式なんだけど、一応映画とか見れるみたいですね。もちろん日本語には対応してないけどね。イタロライブ、テレビ番組とかも見れるみたいです。イヤホンとかの貸し出しは多分なさそうなんで、自分でね用意しておく必要がありそうです。ミラノの街を出て10分ぐらいですが、もう一気に郊外のような景色になりました。まあ、これがヨーロッパ鉄道あるあるですよね。で、今大体速度はね、時速250キロぐらいかな、この感じで。まあ、体感的にはね、もっと速い感じはするんだけど、乗り心地はね、別に悪くないよ。結構快適に過ごせてます。これでね、天気が晴れてたら最高なんだけどね。まあ、先ほど検察がありました。携帯の画面にね、保存している QR コードでピッとされるだけなんで、本当に楽。日本の新幹線とかよりも切符取りやすいし楽ですね。まあ、それこそ JR 東日本とかもね、 QR コードの切符導入するみたいだけど、外国人にとっては結構日本の新幹線とか
在来線乗るの難しいと思う。早くね QR コード化してほしいね。お、そんなこと言ってると284とかになりました。東海道新幹線の最高速度を今超えましたね。線形もね結構良さげよ。めちゃくちゃ滑らかに進んでいきます。お、300キロ、300超えたね。でもあれだね、285とかを超えるとちょっと揺れが強くなるかな、左右に揺れるというのが揺れを感じますね。クラブ車両ではですね、軽食だったりドリンク飲み放題になっています。飛行機で見るようなカートがね車内を回りますね。軽食ももらえるのでこれはありがたいですね。本当日本のグランクラスみたいなサービスです。軽食が配られました。ドリンクはですね、ソフトドリンク、コーラとかオレンジジュースとかいろいろあったんだけど、コーラとトロピカルジュースもらいました。で、なんかいろんな軽食あった。お菓子ね、今回ちょっとサラミと何だこれ、ナッツかな、もらったんだけども、他にもねアーモンドとかなんか箱に入ってて、それ好きなやつ取ってみたいなスタイル。めっちゃ酒飲みたくなりそうだけどね。お酒はね多分車販とかに行くとねもらえると思う。イタロのクラブもアルコール無料だった気がするんだけど、アルコールはなかったね。でこれがサンドイッチになります。一応もらいました。イタロクラブエグゼクティブって書いてますけど、モッツァレラチーズとトマトのサンドイッチですね。結構ね大きめ、割とねずっしりした量ありますね。これぐらいのサイズ感。まあ3時間あるんでゆっくり食べようと思いますけどもね、まあ、ドリンクとかは飲み放題なんで、また飲みたくなったら言えばねすぐ持ってきてもらえます。これアルコール飲みたいね。ちょっと買ってこようかな、しばらくね長いトンネル区間を走行しています。ちなみにね Wi-Fi 積んでるんだけど速度かなり遅めですね、一応使えないことはないです。ただ YouTube 見たりするのは結構きついかな。ネットサーフィンぐらいなら問題なくできます。で3号車にスナックの自販機とかがあるみたいなんでちょっと行ってみようかな。7号車には車掌室とかもあるみたいですね。で今ですね、あのスタッフの方に聞いたんだけど、どうやらねスパークリングワインとかは無料で飲めるみたい、さっき誰も頼んでなかっただけでね。なのでちょっとこの後もらおうと思います。はい、だいぶ今速度も落ちてますね。ずっとトンネル区間が続いてます。ちょっと後ろの方探検行ってみようかな。板野に関しては初めて乗る車両なんて全然わかんないんでね。一つ後ろのプリマの車両に来てるんですが、プリマの車両も2プラス1のシート配置ですね。まあ、結構快適そうではあるけど、でもやっぱ席数が多いので結構車内にぎやかです。まあ、クラブ車両12人とかしかいないので、やっぱ結構静かなんですよね。まあ、もちろんあのサイレントカーではないので電話したりしてる人とかもいたりはするんだけど、やっぱ見た感じ、クラブ車両の方がかなりゆとりがあるように思います。料金の差額自体はねそんななくてね、確か30ユーロぐらいかな。なのでまあ5000円ぐらいでした。なので本当にグリーン車とグランクラスの差みたいですよね。でこのプリマの車両に関してもソフトドリンクとあとスナック軽食かな、スナックに関しては無料で提供されるはず。サンドイッチはあれはクラブだけですね。ま
そんな感じで多少の差別化はされてる。まああとクラブの人はラウンジ使えるよとか、まあそれぐらいの差かな。3号車の、まあ、ミニバーみたいなところに来たんだけど、自動販売機ですね。ビュッフェとかそういったのはないみたいです。これ右コーヒーマシン、めっちゃ本格的やな。これ水が売ってたりコーラ売ってたりって感じかな。コーラ 2.5 ユーロ、水 1.5 ユーロぐらいかな。あとはスナック、軽食スナックが用意されてますけども、これらのスナッククラブ車両とか乗ってる人は無料で食べれます。なのでまあここ使うことはないんじゃないかな、クラブ利用してるときに。ここはプリマの車両です。時刻はですね13時50分ですね。ミラノ中央出発して1時間ぐらい経過したんだけど、40分ぐらいね地下走ってましたね。ようやく地上に出ました。で速度も今だいぶ落ちてて、だいたい100キロ弱で走ってます。でトンネル走行中は基本的に電波入んないんで、ずっと圏外状態ですね。いや長かった。フィレンツェですね、ここ。通りで大きな街だと思った。フィレンツェ通過しています。フィレンツェの街も出てね、だいたい20分ぐらい経ってるんですけども、全体的に本当トンネルが多いですね。今はトンネルの外を走ってますけども、短いトンネルもちょくちょくあります。景色はこんな感じで、かなり標高も上がってきていて綺麗な景色ではあるんですけども、またすぐトンネルなんですよね。でまたすぐ抜ける、でもまたこの先すぐトンネルに入ると思います。電波がね結構不安定かな、圏外になったりとかもするんで。まあ、順調に進んでいますね。まあ、あと大体ね1時間とちょっとで到着なんで、まあ、車内でいろいろとパソコン作業とかやってるとね、あっという間ですよ。ミラノからローマまでノンストップで行けるのは本当便利でいいですね。2回目のドリンク回ってきてくれたんでね、スパークリングワインお願いしました。あとピーナッツもね追加でもらいました。イタリアとかねスペインってご飯美味しいじゃないですか。めっちゃ酒進むよね。なんかもうずっと酒飲んでるわ、昨日おとついからね。いいね、イタリア飯もうまいしお酒もうまいしね。いやヨーロッパの中ではトップレベルに美食の国だと思います、イタリア、スペイン、この2つはね最高ですよ。なのでまあ普通にグルメ旅行とかでねイタリアとかスペイン旅行するのも全然いいんじゃないかな。イタロマークかっこいいね、よきよき。景色は相変わらずこんな感じがずっと続いてます。だいぶ平地の方まで降りてきたかな。時刻はですね午後3時も過ぎまして、もうローマの街の中に入っております。列車あと10分ほどでローマテルミネ駅に到着ですね。まあ、今回の目的地ということで、
まあ、ローマ止まりの列車ももちろんたくさんあるんですが、まあ、今回の列車に関してはまた南下してね、ナポリを目指すということで途中駅での下車になります。まあ、ちなみになんですけども、ミラノからナポリまで乗るとあとさらに追加で1時間半ぐらいかかるのかな、かかるんですけども、実は料金差額ほとんどありません。今回149ユーロでミラノからローマ、テルミニまで利用できてるんですけども、仮にこれナポリまで利用したところで150何ユーロとかだったんですよね。10ユーロとかも変わんないんですよ。1時間以上ね伸びるんですけどもね、まあ、長距離乗れば乗るほどお得になりますね。まあ、これに関しては日本の列車も一緒ですけども、さすがにここまで差額がないっていうのは日本だと考えられないので、その辺結構良心的だなと思います。結構速度遅くなってますけど、多分先行列車詰まってるのかな。あ、スピード落ちるとドアの圧が解除されるんだね。なるほど。いや、あっという間だった3時間。なんか体感的には1時間半とかそれぐらいに感じますね。まあ、今回結構車内でねいろいろとパソコン作業、まあ、仕事していたんでそれも影響してると思うんですけども、車両はアルストムっていう会社なのかな、2011年製の車両ですね。まあ、なので結構古めではあります。もう13年目くらいの車両かな。イタロいいですね。係の方もすごい親切でね、気持ちいいサービスをしてくれます。外国人だと分かった瞬間にイタリア語ではなくて英語でのね対応になりますね。イタリア語か英語がどっちがいいみたいなこと質問されて、じゃあ英語でお願いしますって言うと僕には英語の対応になりました。列車なんですけども、ローマティブリティナ駅かな、ティブリティナでもいいのかな、を今通過しています。この駅はね通過駅なんで止まらないはずなんだけども、でも信号待ちで止まりそうですね。奥にはトリニタリアのインターシティとかかな、客車が停車していますね。この駅も結構立派だな。まあ、日本でもね東京とかって新宿、東京、上野みたいな感じでね、品川みたいにいろいろと大きな駅がありますけども、まあ、ヨーロッパもね同じような感じ。イタリアの鉄道に関しては今まで何度かね動画で紹介しています。夜行列車とかもね動画で上げてるんで、もしよかったら見てみてください。イタリアにはね数少ないですけども夜行列車もね一応走っています。まあ、ローマの人口はミラノと比べると倍近くいますよね。まあ、イタリアの中では最大の都市になるわけですけども、結構歴史的建造物とかもねローマには多いので、またミラノとはねまた違った雰囲気の街ですね。ミラノは、まあ、最先端の街って感じで、ローマは歴史的な街って感じかな。高速列車イタローね、ゆっくりと抜かしているトリニタリアの電車です。まあ、あれはね普通の近郊電車ですね。オール2階建て。いや、もうこの辺りも線路が複雑な配置でよくわかんない。ローマっぽい街並みになってますね。まあ当たり前なんだけどね、ローマなんで。ローマはね去年もうじっくり観光しましたね。主要観光地は多分全て行ったと思う。まあ、観光地だらけ。まあおそらくイタリアの旅行というと、まあ、ローマが一番人気なんじゃないかな、日本人にも。イタエアウェイズが東京羽田からね直行便出してますし、
ということで列車まもなくローマテルミニ駅に到着します。ローマ最大の駅ですね。いいねこれ。もう列車ねローマテルミニ駅の構内に入ってるんだけども、列車の中からでも十分景色美しいね。さすがローマ、至る所に観光名所があります。ローマテルミニね。ミラノかローマだとどっちの方が治安悪いんかな。まあ、観光客を狙った、まあ、そういう犯罪者っていうのはローマの方がね多いと思う。ただ駅前のなんか治安の悪さとかなんかそういった雰囲気が悪いなって感じるのは正直ミラノなんよね。まあ個人差があると思うけど、一体ホーム何本あんねんってぐらいねずらっと横に線路が並んでいます。列車はゆっくりとローマテルミニ駅に入線。結局ね帝国通りで到着ですね。デカデカと書いてるわ、ローマってね。まあ、多分ほとんどの方がローマテルミニで降りそうですね。もちろんここから乗ってくる方もいると思うんですけども、テルミニはね確かスイッチバック式の駅なのでドン付きですね。東端式ホーム、まあ、ナポリまで行く場合はこの駅で進行方向が変わります。よしでは降りましょう。到着です。15時25分帝国通りにローマテルミニ駅に到着です。ミラノ中央出発して3時間5分、イタロクラブ車両の旅が終わりました。進行方向変わる作業とか行うので15分停車するみたいですね。この列車15時40分発のナポリ行きになります。はい、ということで本日なんですけども、まあ、イタリア高速鉄道2種類のうちの1種類イタロの最上級車両クラブ使ってきましたけども、まあ、個人的には非常に良かったね。まあ、そもそも150ユーロっていうね、まあ、そこまで高くない運賃になってるし、であの接客してくれるねサービスもスタッフの方もすごくサービスがいいし、であとかなりあの静かです客室内もね、うん、他のビジネス車両とか、スマート車両と比べると、まあ、そういった意味でもあの非常におすすめだからおすすめなのかなと思います。あとねヨーロッパの駅って結構混雑してるんで出発駅とかでねラウンジが使えるっていうのも結構大きいかなと思いますね。はい、まあ、そんなわけで、まあ、皆さんもヨーロッパイタリア旅行をする際、まあ、イタロかフレッチャロッサ迷うことあると思うんですけども、個人的にはイタロの方が好きなので、まあ、あのユーレールパスを使うとかねそういったことがないんだったらあのイタロをおすすめしたいですね。ユーレールパスに関しては残念ながらイタロを使うことができないので、まあ、その場合はねフレッチャロッサ使うことになるんですけども、まあ、ぜひねイタロを利用してみてください。あちらのホームにもイタロが止まってるね。その奥もイタロかな。はい、というわけで今回はミラノ中央からローマテルミニ駅までイタリアの高速鉄道イタロの紹介でした。乗り心地も、ね、非常に良くて大満足です。最後までご視聴いただきありがとうございました。